はい、こんにちは、麻雀プレイスです。ただいま3月28日の11時10分前になっています。本日は麻雀プロの二階堂姉妹が来店されるということで、夜もめちゃくちゃ眠れましたけど、ぐっすり眠って今に至ります。準備は終了して、この後こちらに来店される予定になっています。この動画はお蔵入りになる可能性はありますけども、二階堂姉妹がせっかくいらっしゃるということで、ルミヤキチャンネルも YouTube やってらっしゃるということで、何かコラボ的なものができたらいいなと思っております。こんな感じでちょっと見づらいですけど、後で写真つけますんで、ミニソンポみたいな麻雀牌作りましたので、もしかしたらやってもらえるかもしれません。その時にこの動画使いますので、見ていただければと思います。さあ行くぞ。ではよろしいでしょうか。あ、ごめんなさい、すいません。よろしいでしょうか。よろしくお願いします。あのスライムどうしたんですか。あのスライムどうしたんですか。あのスライムはもうなんかカチカチになって冷たくなっちゃったんで、だいぶ濃いっすよ。そうですね。だいぶあれなのかな、廃棄したのかな。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。結構調べたんですけど、何人中1位なんでしょうか、あれは。昨日勝ったと、はいはい、4人です。4人中1位。4人でやって、はいはい、4回やって、はい、トータルポイントが一番多くの優勝です。あれ、4人になるまでには、4人になるまでは12人です。ああ、なるほど。ここに来た人だと大谷さんとか言ってるんですね。黒沢さんとかね。第4位、ユニプロ59.1。 第5位、秋黒 57.4。 気になってたことがあるんですけど、言ってもよろしいでしょうか。はい、いつかの動画で、はい、秋プロの穴毛がない。あー、はい、そうなんですよ。生まれつきですか。そうですね。というかもう極端に薄いというか。はー、そうなんですね。なっちゃいます。困ることはなくないですか。多分アレルギーに弱いと思うんですよね。ガードしてくれるものがないから。あ、そういうことなんですね。脱毛されたのかな。じゃあ、すいません、さすがに書き込めなかった。その中にはいるでしょうね、脱毛した人もいると思います。とんでもない汗が聞いていいのかわからなかったんです。全然大丈夫です。はい、よし、リーチ。ああ、そういうことで。1万6000円でございます。喋りながら1万6000円。高い。やっぱプロから持ったの。はい。高いよ。